はい、皆さんこんにちは。今日も陽天町しるべ研究塾、今回は第42回、さあ夏だ青空の下で、串焼きパーティーということでね今日は、外でね、今日何食べらしてくれるんでしょうか一応もう、炭に火入ってね、準備万端ですね。あとはもう食べるのを待つだけですね今日は年1回のね、外でやるということで非常に楽しみです。はい、焼肉が始まりました。おお、トキビはなかなか粋だな。おいもう新物だべ、これ。え、新物だべ。新物、ビューパーで売ってるかもな、このトキビ。あ、ビューパーで売ってるぞ。あ、今年のやつか、これ。今年のおかゆって言ったぞ。うん、もう出てる。あ、そうなんだ。たこ焼き、たこ焼き美味しいということで。たこ焼きではないからね。たこ焼いたもんだから、たこ焼いたもんだから、たこ焼きなのかも。たこ焼きって言ったらダメだよ。いや、間違ってはいない。あ、うまいわ。まあ、合ってるけど、たこ焼いてるから、うん。じゃあ、たこ焼きじゃないの、これ。いや、たこ焼きはたこ焼きだけどさ、うん、なんかイントネーションなんか、普通のたこ焼きみたいなたこを焼いてるたこは焼いてるじゃがいも、新芋。あ、新芋、もう芋取れたの。うん、もう取れたの。まだ今、花咲いたばっかりじゃないのか。いやいやいや、もうだって今月末になれば、トウヤは掘り出すの。だって、トウヤは早いもんね。早いもんだもん、うん。よくに行って暇な時に、カキ肉はしないけどね、好きな方だけど。トウキビも美味しいですよ、これ。うん、美味しいでしょ。ネットで頼むこともないよ、お前。あー、焼けすぎた。冷凍しても、これ、冷凍したらダメだね。うん、まあ冷凍しても。なかなかこれトウキビは本当美味しい。麺がこう、くっつきやすくなっちゃうんだね。だから、なるべく冷凍しない方がいい。で、麺は賞味期限過ぎた方がうまくなる。あ、熟成して。はいはい、熟成してね。うん、だから大体日にち書いたやつの10日過ぎぐらいまで。ああ、はい。っていう、なんか影や、なんて読むんだろう。影っていう字に、陰陽の陰の陰陽画の講習を受けてる途中なんですけど。が陰陽師。陽の中にもいろいろあるよね。陽画と、あ、何？いいよ、知ってる。ヨガのなんかあるの？ヨガの中のなんかインヨガっていうヨガがあって、あ、インヨのヨガ。いや、基本的にだからほら、あ、太陰太陽暦でやるから、体のバイオリズムと合わせて多分そういうのが。ああ、そういうことね。タコとトウキビ。そういえば今日のレシピ喋っといて。トウキビも美味しいんだもん。今日、タコは岩内のタコ。港で仕入れて自分で1キロ1分の茹で時間で調理します。それを材料にしています。これは僕の師匠に教わった1キロ1分です。そういう茹で時間にすると中が透明で外だけ火が通る。おお、なるほどね。まあ、市販のやつは火が通しすぎてる。はい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 。トウキビは今日はのメニュー。トウキビは今日は？今日は、今日はの巡り。もう出てるんですね。出てる。今日は。お、カラスが狙ってると。カラスが狙ってると。ギャーギャーしてると。ズッキーニはこれはね、日野浦さん、里見の日野浦さんのズッキーニです。ああ、はいはいはい。2本100円で売ってました。ね、里見は安いんですよ。ビューポが高いんですよ。このカバちゃんママの見て。そう岩崎さんよりは木野浦さんの方がちゃんと綺麗に包装して岩崎さんはしてなくてなんか息子をやってたって。いや、息子は違う、息子はビュープラなの。あ、そうですか。こっち母さんなの。ああ、なるほどね。母さんは頑張ってんだけどね、そこね。息子は頑張ってるよ、ビュープラの方が綺麗だよ。いや、里見の展示は不細工で、あとピーマンあるの。
あ、ピーマンは、ね、これどこだ、ピーマンどこだ、うん、あれどっかの直売所だった、あ、ビュープラで買った、で、誰だかはよくわからないけど、もう一袋冷蔵庫に入ってたら名前見ればわかります。一袋130円でした。トキビ、結構いい感じです。トキビうまい、トキビ甘いんだ、甘いから、ね、うまいよね、うん、あ、もう食べたんだ、みんな甘いんだ、みんな食べた、4時からみんな食べて、甘い、甘いトキビ、